大家好，我是 Urban。 使命战场模式即将迎来全新的沙尘暴机制，开局后将有一个城镇随机被沙尘暴覆盖，为使命战场带来全新体验。沙尘暴地区内飞沙走石的天气特点使得能见度大大降低，玩家的视野将会受到限制，同时沙尘暴范围内将会形成一个小型的移动龙卷风，战士们经过龙卷风范围将会被吹至空中。这样的天气特点让沙尘暴地区充满危机。はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回はなんと次のアップデートで来る新コンテンツについてお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルではスライディングが伸びるという動画や、私プロの料理人による料理動画もございますので、お時間ありましたらそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。で、まあ次回のアップデートで新コンテンツが登場するんですけど、今回その情報を提供してくれたのはこちら、またまた CC ケニーさんからの情報提供でございます。いつもありがとうございます。今回の動画はこの BR の新コンテンツのみを話している動画になるんですけど、まあ、他にも次回のアップデートの情報などなどはたくさんツイッターにて投稿なさってるんで、まだフォローなさってない方はぜひツイッターのフォローお願いいたします。で、あと6日ぐらいでバトルパスが終わるんですけど、まあこれが終わるっていうことは新しいアップデートが来るんですけれども、次回はこちら新コンテンツのサンドストームが来ます。このコンテンツに至っての説明なんですけど、どうやら飛ぶ時に、まあ、マップ上に巨大な竜巻が出現しているらしくて、その竜巻を利用することでエアボーンみたく飛べるみたいです。で、旧マップと新マップのどっちも選べるみたいなのと、この砂嵐は至る所にあるみたいです。玩家的视野将会受到限制。で、この竜巻を利用して、ここもそうなんですけど、様々な戦術を練ることもできると思います。まあ例えば1枚抜いてこうやってそのままエアボーンみたいに使っていって、そのまま逃げてもいいと思いますし、敵に囲まれた時もこれを利用して引いてもいいと思います。そしてもう一つはこちら、フットプリントという足跡が砂嵐の中では残る仕様となっており、これにより敵の追跡が可能となっております。そして今マップ上にもあるんですけれども、この砂嵐の中の箱にはコーティアのアイテムがたくさんあるみたいなんで、これによる強化が簡単にできますんで、逆に言うと初手ではこの砂嵐の中での戦いがすごく多くなると思います。もう一つはこのように、以前は金アークでしかなかったサーモが今回から追加されてます。これにより砂嵐の中でも簡単に視認できるんで、一層激戦区となりそうです。そしてもう一つはこちら、アイテムでポータブルトランポリンといって、こちらを入手することでどこでも砂嵐を出すことができるんで、簡単に空中への移動が可能となります。沙尘暴地区的到来能够为使命战场模式带来全新体验，希望战士们能够熟练掌握沙尘暴机制，尽情享受战斗的乐趣。おそらくこのサンドストームはポータブルトランポリンもそうなんですけれども、これをうまく使うことによって勝敗が決するのかなと思います。まあ当然これだけじゃなくて、砂嵐自体を利用することやサーモになっているサイトを使っての戦いなど、いろいろと重要になってくると思うんで、非常に気になるところです。で、まあ今回こんな感じにざっくりと説明させてもらったんですけど、次回のアップデートでは他にも新武器の SR コシカの登場や MP の新マップなどなど、いろいろと盛りだくさんなんで、次のアップデートもめちゃめちゃ楽しみなところです。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、ツイッターフォローお願いいたします。そして改めてケニーさん、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。